はい、女の子2人で今12歳と10歳。12歳10歳。いいだろうね。そろそろどうですか、芸能界とか言い出してないですか。全然ね、言ってくれないんですよ。あんま興味ないですか。うん、どうですか、もしなりたいって言ったら。あ、もうあのサポートしたいと思うんですけど。うわ、楽しみだ、ね。でそこそね、河合直子さんの娘さんってね。トシャの娘も。トシャの娘も。そうですよ、ね、楽しいじゃないですか、またこう世代 ねそれに、ジュニア世代が活躍してくれれば、ね、でも全然興味ないみたいだ。あ、そうなんだ。可愛いんでしょ、きっと絶対。うん、可愛いですよ、やっぱり私。ママに似てる感じ？あ、顔はね、お姉ちゃん私に似てて、うん、下の子はパパそっくり。あ、そうだ、鼻高い、うん。パパは誰に似てるの？鼻高いですね。パパ誰に似てるんだろうね。パパね、誰に似てるんだろう。芸能界で言うと、いないなぁ。いない。はい、うん。そうなんですよね。誰かに似てるって言わればね、うん、楽なんだけど。カリウドで言うとどっちですか。カリウド。なんでカリウドの二択なんだ。まあ、どっちかっていうと。いいですよ。弟の方かな。弟の方。どっちかっていうとね。すごい考えちゃったよ。今はそれぐらいの年だと、やっぱ直前 AKB だなんだって。はい、まあね、一般的には言ってそうじゃないですか。そうですね、うん。お姉ちゃんは洋楽がすごく好きで、うん、あのリアーナとか、ケイティ・ペリーとか。ああ、ペリーね。嘘つけ。お前ペリーよ、ペリーと黒船のだからそれだろ。俺もそうだよ。ペリーって聞いたら裏側になっちゃうけれども。違うんでしょうね。下の子は、あの、嵐が好きです。ああ、嵐か。それはもう普通にわかりますけど、はい、芸能界入ってほしいね。ねえ、でもそれこそ洋楽が好きでみたいな話だと、それこそ宇多田ヒカルちゃんみたいな、あ、外国でデビューみたいな、ね、まあ、川直子さんの娘さんも割とね、そうみたいですね。宇多田の次かってね。宇多田の次だよ。そうですね、だから歌が上手なんですね。うん、ちょっとね、あゆーちゃんの娘さんもね、ちょっと説得しに来てください。行きますよ、マジで、マジで行きますよ。てか別にゆーちゃん家に招待されるだけで嬉しいから。行きたい。行きたい。行きたい。行ってみたいね。うん。